来た、ベロベロ。かわいすぎでしょう。はい、どうもみさん、こんにちは、太陽浦です。今日もキングダムハーツドリームドロップディスタンスの続きをやっていきたいなと思います。まあ、前回はね、なんだっけ、名前を忘れるんだよな、すぐ。女の子にね、会って守ってくれませんかってことで、一緒にね、仲間を探しに行きましょうってことですね。まだね、ちょっとね、全員の名前が覚えられてないんだろうな。元々のね、キングダムハーツのメンツの名前はちゃんと覚えてるんですけど、今作の名前がね、まだ覚えられてないな。ほいほい、これまでだ。はっ、消えろ。はっはっでっはっでっはっ。ほ、まだいる？いないね。ほい、くらえ。よし、いやいや、くらえ。はっ、やはっ、はっ、やっ、消えろ。よし、オッケー。お、またこれあるね。今回のはどんなん？他のスピリットと一時的に共闘、スピリットは一定期間で帰ります。はあ、なるほどね。はっ、やっ、やっ、消えろ。よし、はっ、やっ、ほっ、くらえ。よし、よし、はっ、これまでだ。よし、いいよ。いいですね。はっ、消えろ。うん、さてさて、どこに行けばいいんでしょうね。ん、こっち。はっ、せっせっ、やもう宝箱。はっ、消えろ。よし、オッケー。やっ、消えろ。オッケー。ポーションゲット。ここ行けるから怪しいな。なんかいる。よし、はっ、消えろ。オッケー、はっ、これまでだ。はっ、やっ、出足、ほい、はっ、せい。よーし、オッケー。ガードクッキー、こっちも何かある。あ、ここは元の場所か。この先とかって行けるのかな。あ、行けますね。またなんか出てきた。これまでだ。待って待って、そっち行かない、そっち行かないよ。ほい、よーし、はっ、
った。よーし。オッケー。これ目的地みたいなのが出るとありがたいんだけど、目的地とか出ないんだね、多分。お、下も行ける。よし。よし。これまでだ。よし。お、セーブポイントがある。セーブと。オッケー、こっち行けますね。お、なんかあるぞ。これまでだ。お、ほいほいほい、ほい、え、これどうすんだ。消えろ。何か魔法か何かですかね。いや無理だよね。ファイヤーとか、燃えろ。いや無理だな。まあちょっとよくわかんないな。お、このタイミング？オッケー。まあここはいいかな、ブーストは。お、この。よし、オッケー。オーケー。で、一つ気になったのが、スピリットのアビリティリンクポイントは共通なのかどうか。共通じゃないですね。あ、よかった。アイテムアップ。ガードアップ。ホーリーガード。マジックヘイスト。アイテムアップ。スロー、ポイズンガード。はあ、なるほど。あ、ケアルガとか覚えられるんだ。マジックヘイスとかあっても良さそうな気がする。ホーリーガード、ガードアップ。スローはあってもいいかなって思うんで、こっちも上げときますか。お前もなんで解くか。よし。かわいいやつだな、ほんとに。かわいすぎかよ、お前。めっちゃ喜んでるし。いいよ。めっちゃ喜ぶじゃん。ほんとかわいい。きた、ベロベロ。かわいすぎでしょう。いや、この画面だけでね、1時間はいけますね、自分は。これなんか、夏気度みたいなのが上がってきてるんですね。超かわいくないっすか？もうこの動物好きにはたまらない、この、育成感たっぷり。いいねー。お、上がったよ、何か。
まあね、最終的にはかなり強いのが出てくるんでしょうけど、こいつはね、ほんと可愛いからな。めっちゃ上がるじゃん。これがね、いつまで上がるのかがちょっとよくわかんないんですよね。ほっ。経験値も結構もらえてるし。いや、このリンクポイントは本当にでかい。でもある程度ね、数に制限はあると思うんですけど、これ無限にできたらね、一日やっちゃうかもしれないからね。多分ある程度、まあ敵と何回、まあ敵と戦闘したら何回撫でられるとかってそういうのがあるのかな、多分。これで終わりかな。いやもうこのダルダル感がいいよね。このポンタの。このお腹タプンタプンでさ、ちょっと足が短くて、こう一生懸命歩いてる姿、もう最強でしょ。はい。てなわけでですね、今回は一旦この辺りで区切っておきたいなと思います。次回もこの追加でやっていきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また動画の左下と右下の方に動画の再生リスト、動画の方が貼り付けてありますので、そちらの方をご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。